バーゲンセールに行くためにクロスバイクを購入しました。組み立てと調整が必要なタイプです。このように詰め込まれています。梱包はしっかりされていて傷は入っていません。付属品はこんな感じ。組み立てに必要な最低限の工具は付属しています。変速機の調整にプラスドライバーが別途必要です。専用の取説にしてもらいたい。前よりマシなライト。実装テストを済ませました。前側の変速機すぐにだとチェーンが内側に外れました。後ろ側の変速機7速に入らず1速に戻すと内側にチェーンが外れました。一番下のスプロケット前後の変速機の調整が終わるまで外側にチェーンが外れまくりました。キャリパーの外側がローターに接触し異音がしていました。金具は若干上に曲げてあります。後ろ側はキャリパーのスペーサーを外して挟み込んであります。おケツが痛いのでカバーも追加しました。めっちゃホコリがつきます。防犯登録も済ませてあります。
立ては誰でも簡単にできると思いますが、挑戦に時間と根気が必要です。それが苦にならない人にはおすすめです。経費を削減しつつ運動不足解消ができ、チェイサーが修理中で動かなくとも、これがあればセールにも戦いに行けますな。ご視聴ありがとうございました。またの視聴をお待ちいたしておりますです。はい。過度な期待をしない方はチャンネル登録願います。